はい。じゃあよろしくお願いします、えー。今回は小学校3年生の算数。10倍、100倍した数についてやっていきましょう。で、ポイント含めて問題が8問ありますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、パッと見て少し難しそうだなとか、習ってないなっていう方は、今からね、説明しながら全部解いていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、ポイントからやっていきましょう。 で、今回はですね、実は問題の解き方だけを覚えていたら、これね、あの、冗談抜きで多分急げば1分で終わるぐらいにやり方は覚えちゃえばすごく簡単です。簡単なんですが、そのやり方を覚えるのと一緒に、このね、位が上がるっていうことをちゃんとね、覚えてほしい。みんなには。だからや、問題が解けるようになるっていうことと、この位が上がるってどういうことなのかなっていうのを2つ、今回この動画で覚えていってください。 で、今回は10倍と100倍の話をしていきます。まあ、それ以外も出てくるんですけど、まずね、ポイントとして、10倍すると位が何個上がるか。これ、1つ上がります。で、100倍すると位が2つ上がります。で、これは覚え方としては、まあ、いろんなね、覚え方があると思うんだけど、0の数を見ると分かりやすいです。10倍って0が1つだよね。なんで1つ上がります。100倍は2つです。 だから1000倍。書いてみようか。右側入るかなちょっとここでいい ?1000 倍ね。がもしあったとしたら1000倍の1000って0が3つあるので位が3つ上に上がると。こうなります。で位が上がるってどういうことかっていうと例えばですね私じゃあ311使おうかな。あ俺3月11日誕生日なのね。じゃこの数字があります311です。 で、例えば、10倍します。10倍。すると、位が1つ上がりますよね。位が1つ上がるっていうのは、一番右に0をつけてください。つまり3110です。これが位が1つ上がるっていうこと。で、じゃあ同じように、100倍しましょう。100倍は位が2つ上がるよね。 これは一番右に0を2つつければいいんです。3万1100。これが位が2つ上がるっていうことになります。つまり、今までみんなあの、4つセットの話をしてきました。1、10、100、1000、普通グループ。1万、10万、100万、100万1000万、万グループ。で、億グループってやっていったんだけど、あれが1つ左にずれるんです。つまり、300までしかなかったのが3000になる。ね。3000。1個左にずれてくる。 で、300だったのが3万までね。2個左にずれると、こうやって位が上がるっていう。まあお金で考えると、いっぱいお金が増える感覚だね。っていう風になっていきます。なので、それを知っておくと、例えば652。これを10倍した数っていうのは、今やったのと同じです。一番右に0をつければいいので、6520になります。で、100倍した数っていうのは、 652。65この数字に0を2個つけて65200って。つまり0つけるだけなんだよね。だからそれすごく簡単なの、実は。いいかなこういうふうに覚えてください。で、ちなみに10倍っていうのは、実はかける10したのと同じ意味です。かける10するっていうのと10倍は同じ意味なので覚えておきましょう。これも一緒です。100倍。 っていうのは、かける100するのと同じ意味です。いいかなだから81、81かける10、来ました。これ、10倍だよね、つまり。ね、10倍すると一緒なので、81に0を1個つければ、OK。710かける100です。710っていう元々の数字に、100、つまり100倍、えっと、くけとく、えっと、<laughs> がね、2つ増えるので、0を2個つけましょうと。 だから、7万1100になるし、ここには説明してないんですが、これ、かける1000です。で、これが、ちょっと上から書くよ。かける1000をするっていうのが、1000倍すると同じです。1000倍。でも、まあ、これも同じように、もともと230っていう数字があって、そこに03つつければいいから、1、2、3と。つまり、23万だね。これで、丸がもらえるし、 ちょっとね、鬼マーク2個続いてますが、これも1個ずつやっていきます。なぜかっていうと、もともと10っていう数字があります。まずこっちから行きましょう。かける100、100倍するから0、2個つければいいんだもんね。0、2個つければいいし、それに、かける1000、1000倍すればいい。0を3つつければいいから、0を1、2、3ってつけてあげれば、 一、十、百、千、万、十万、百万。百万っていう答えが出てきます。で、ラスト。一万、かける一万。で、これも、もともとここにある一万って数字を先に書いておきます。こうやって。書いておいて、そこに、かける一万をしていく。で、かける一万っていうのは、まあ、本当はね、学校じゃまだやらないんだけど、 つまり1万倍してるってこと。で、1万倍っていうのは、ゼロの数見たらわかるように、4つくらいが上がります。まあ、ロを4つつければいいだけなので、ロを4つつけて、1、2、3、4と。つまり、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億と。1億になりました。これち,ちなみに、円に考えると、ちょっと円つけますよ。あ、こっち、こっちいらなかった、ごめん。 一万円枚、えっと、一万円枚だって。一万円札ってあるじゃないですか。一万円札ね。もうね、いろんなもの買えるやつよ。一万円札が一万枚集まると、一億円になります。そう、すごいね。一万円が一万枚集まると、一億円になる。まあ、そういう計算をしてるっていう感じ。 だから、今回問題解くだけだったら、だってかける10だったら01個つければいいでしょかける100だったら02個。かける1000だったら03個。かける1万だったら04個つければいい。それだけなのよ。それだけ。だけど、そのかける10してるっていうのは10倍してるってこと。10倍してるっていうのは位が1つ上がってるっていうこと。100も一緒だね。っていうのをセットで、ぜひ覚えておいてください。いいかな では、今回はね、10倍、100倍した数をやらせてもらいました。ちなみに次回の動画はですね、すごく似てます。ここに書いてあることが。で、どう似てるかっていうと、今度は10と100で割るんです。今、倍したんだけどね、今度割っていきます。で、この動画とセットで見るとすごくわかりやすいと思うので、よかったらね、次回の本もぜひ見てみてください。ご質問うちゃった。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。